ローバー P6 はローバーが製造していた中型乗用車。1963年から77年まで英国ウェストミッドランズ州ソリハルで生産され当時のローバーの主力車種であった。1964年には最初のヨーロッパカーオブザイヤーに選ばれている。前身となったガスタービン車1950年代初頭からローバーの主力中型車として 長年生産され、アウンチエローバー、ローバー、おばさんというニックネームで親しまれた P4 系の後継者種として開発された。P6 は英国車の中でも特に保守的なローバー、おばさんの後継としては異例なほど進歩的な設計で、シトロエン DS の影響も随所に伺われたため、今度は製造工場にちなんでソリハル製シトロエンというニックネームを得ることとなった。 内容はこの時代のイギリス製乗用車の中でも突出したもので、光合成モノコックボディに、ストロークの大きなサスペンションと4輪、ディスクブレーキを組み合わせ、高速型のギアリングを採用することで、操縦性と高い巡航性能確保を狙っていた。サスペンション周りの設計の高度差は、当時の金属スプリング車としては、得意なもので、ドリオンアクスルによるリアサスペンション。 そして当時ローバーが開発中だったガスタービンエンジンの搭載を想定し、極度に凝ったレイアウトのフロントサスペンションを備えていた。ガスタービンの開発は頓挫したものの、その結果得られた広いエンジンベイは1968年に GM ビュイック設計の V8 エンジンを搭載する際に大いに役立つことになる。またこの時代の自動車としては先進的な 全席シートベルトの標準装備も特徴であった。主任設計者は、スペン、キング、デュアルヘッドライトのサンボックス4ドアという、常識的レイアウトながら、P4 より、全高が24センチメートルも低いスマートな、デザインは、デビッド・ベイチュの作品である。このコンビは13年後に登場する後継者 SD1 の設計にも携わることになる。1966から70、 60年 2000tc トランク周りこそ英国車的な星よりデザインであるが細身に仕上げられたモダンなルーフ周りや幅広の C ピラー長部がフェンダーに覆われた後輪はシトロ NDS を早期させるデビュー当初の P6 は 2000cc90 馬力シングルキャブエンジンを搭載していたがアンダーパワーであると評された66年にはツインキャブ103馬力の 2000tc が追加され 標準モデルは 2000SC と呼ばれることになった。また SC をベースとした3速オートマチックモデルも用意された。2000は1973年に2200にとって変わられるまでの間、208,875台が生産された。最終生産者となった1977年製 3500S、35 VVC700S ローバーは高いポテンシャルを持つ。 P6 の動力性能をさらに高めることで、英国内のライバルであったトライアンフ2000との差別化を進め、かつ厳しくなりつつあった、米国の排気ガス規制に対応しようと考えた。そこで、ローバーは、1960年代初頭に、GM がビュイックスペシャル向けに開発した、オールアルミの215型ユニットに着目、米国ではあまりに進歩的であったため不審に終わった。 このエンジンの製造権を譲り受けた。このローバー V8 エンジンは比較的軽量かつコンパクトで P6 にも大きな変更を加えず搭載することができたが、ラジエータキャパシティ拡大の関係からフロントノーズの開口部は拡大された。この V8 は欧州車に搭載するパワーユニットとしては強力でもあり、ローバーにおいて熟成され、ローバー系上級モデル向けの汎用エンジンとして、 非常な長明を保つことになった。当時の P6 は元より在来型でより上級の P5 バイト、後継型の SD1、さらには1990年代のランドローバーレンジローバーやランドローバーディスカバリーにまで継承されたのである。V8 モデルはローバー3500と称され、1968年にデビューし、1977年までに8 1 5 7台が、 生産された。当初はオートマチック仕様のみであったが、4足マニュアルの 3500S も追加された。1967年、ローバーはレーランドに買収され、さらに1968年には合併によって同社がブリティッシュレーランドとなるに至って、同クラスのライバルであったトライアンフ2000、2500とは同一企業内の並存モデルとなった。 両ブランドは1977年に SD1 が登場するまで並行生産され市場を分け合ったが企業合同による方針の混迷や当時の英国に蔓延したストライキや労働意欲の低下による品質悪化など英国自動車産業の低迷の悪影響は P6 にも容赦なく襲いかかることとなる1970年に受けたマイナーチェンジによりシリーズ2に移行した際には メーターパネルの刷新など改良点も少なくなかったが、まるでアミラクジのような奇妙なデザインのオーバーデコレートなフロントグリルを与えられた。2000系は1973年に 2200SCTC に発展した。このエンジンは 2000cc をボアアップしたもので、徐々に強化された欧州の排気ガス対策に対応するための拡張であった。 2200は1977年3月19日に最後の1台がラインオフするまで32,370台生産された。ローバー P6 は当初、当時の日本総代理店であったコーンズが輸入、販売した。輸入台数は1960年代を通じて100台にも満たなかった。また、4気筒モデルの輸入は2200のデビューとともに中断してしまう。 これは労働争議に悩んだブリティッシュレーランドには日本市場向け排気ガス対策に対応する余裕がなかったためである。その後は3500のみが1970年にディーラーとなった浸透用モータースの手によって1975年まで輸入された。この最後の日本向け3500は右ハンドルで昭和48年排ガス規制に対応させる。 改造を施した日本仕様であったが、1960年代後半の 2000PC で265万円だった価格は525万円にまで上昇していた。日本の自動車評論家、小林翔太郎は P6 の著名なオーナーであった。彼は 2000PC を理想の車として編集長を務めたカーグラフィック市場で何度も紹介した。 シックな内外装と前期型ではまだ高水準であった工作制度を持ちシトロエン DS の影響も受け英国車としては異例にハイギアリングだった P6 は長距離の高速巡航の機会が増えた透明高速道路全面開通後の日本において英国車ファンであった彼にとっては理想の存在であった1970年に小林は 実際に 2000TC の新品同様の中古車を入手、75年にアルファロメオアルフェッタに乗り換えるまで愛用し、P6 の魅力を世に解き続けた。輸入台数の割に P6 の日本での知名度が高いのは小林の不況にも一因がある。ありがとうございます。